練習したありがとう。ねえねえ、今日の練習どうだった？できるまで練習すごく頑張ったんだ。気になる、教えてよ。もう意地悪。うん、お腹減ってきちゃった。疲れたし、何か甘いもの食べたいよ。までの秘密だから、それまで頭の中私のことでいっぱいにしておいてね。今日は来てくれてありがとう。今日あなたを呼んだのはね、ホワイトデーのサプライズ。びっくりした？お返しのプレゼントに、あなたへのありがとうと、これからもよろしくねって気持ちをいっぱい込めたんだ。大好きな人に感謝を伝える日は何回あってもいいよね。これからもずっとあなたと一緒にいたいって気持ちが伝わるといいな。私の気持ち受け取って。